はい、本日鳥の声になります、近藤遊戯場さんの紅白、サイズが16センチです。お願いします。はい、こちらの恋はですね、どういう表現したらいいのかちょっと分かりにくいですけど、肩口がですねちょっと丸点っぽく見えるんですけど、ここがもうつながるか、離れるかはこの先どういうふうに変わってくるかなと思って見てるとこの恋です。この恋はですね本当に模様が頭がつながれば3段、つながらんければ4段という恋で、とにかく肩口両サイドのこの白地をですね、この模様で、見せているからこそ、目立つ恋だと思っております。もう本当に質のいい恋で、際もいいんで、このままどんどん大きくしていっていただいても見れる恋だと思います。はい、どちらでもつながろうと、そうですね、どちらでも、この、若い恋なんでね、これからどういうふうになってくれるかわからんですけど、そこは、ちょっと想像、今のところは切れておりますけど、ちょっと何とも言えません。ただ恋が本当に質のいい恋で、頭から尻尾の、おずつの紅質まで、均一の紅をしておりますので、ベニーがいいことだけは間違いないです。あとは模様の好みで判断していただければと思います。はい、それでは横の方もお願いします。はい、でも16センチというサイズ以上に大きく見せる行為ですね。そうですね、雰囲気がやっぱり体のこう幅があるということですね。こういう白場がやっぱり見せ場だと思います。はい、こっちもこういうキレのいい行為です。はい、なんとも言えないこう雰囲気を持った声ですね。そうですね、模様に味があるんで、お客さんの池に入っても目にスッと入るような声になってくれるんではないでしょうか。はい、いかがでしょうか。近藤遊戯場さんの紅白、搭載でサイズの方が16センチになります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。